じゃあします。ではいよいよね、本文に入っていきたいと思います。まあ、有識三十十の、28番目の歌、字はこれ詩とか歌ですね。漢字五字の四行を分けて、これが一つの歌で、この、漢字二十字の中に通達意、この悟りとはどういうものか、悟りの瞬間というか悟りについてギュッとね教えをまとめた言い方を、世親菩薩、天智菩薩は私たちに教えてくださっています。まあ、普通これ読んだらほとんどの人は分からないと思います。やっぱり説明が必要だと思われます。まず訓読みいたしますと、まず、漢字ですけども、若字王将円地等無償徳二字十唯式理二修僧こと、こういうふうに、音読みいたします。訓読みいたしますと、もしね、もしの時、もし初演、もしの時初演において、地すべて所得なし、その時由意識に従す、二種の層を離れるがゆえに、とこういう意味になります。でここでまず注目すべき点は、この由意識三十字で時という字が出てくるのはここだけなんですね。三十ある中で時という字が出てくるのはこの二十八字だけ。しかもこの短い句の中に2箇所も出ているところにまた注目してもらいたいと思います。これは今までの文法弓道によってね、まさに時が来た時ですね。悟りのこれは時であります。悟りの時、それをもし時とかね、その時と、これ略はこれもしというのね、まあ、まだ悟ってない時にはもしできたらいいなと言います。 if、 英語で if ですよね。もしやがて私たち真面目に文法を求道していく人には必ずね、時というものが来ます。いや、悟りを開く時ですよね。そういう時が必ずやってくる。その時はどういう体験、どういう世界観と変わるのか、どうなるのかについて短い言葉で2回ね、もう内容は同じような内容なんだけど2回に分けてね、もし時、その時と、ね、2つをおっしゃってます。まあこれはちょっとね、凡夫、我々一般の認識では絶対理解できない、体験であります。でもここ頭だけでも知る必要が私はあると思います。これ分かってくることによってね、この悟り開くまででもね、苦しみが減ってきますから。頭だけでも有識が分かってきたらね、これ分別心が弱くなって、相手は自分だということが分かってくるとね、罪が起こせなくなるんです。罪悪を作らなくなって幸せを味わいながらこの悟りに向かって進むことはできると私は思います。なぜそういう意味があったかね、今から説明いたします。まず意味から言いますと、もし時、これは悟りを開く時ですね。もしその時が訪れたならば、もし時初演において、ね、これ初演はこれね、客観、まあ、仮に私たちの認識世界は我の世界ですから、ガタピシの世界に我々は住んでますからね。私たちというものは私と世界が2つに分かれてるんです。私たちは一般常識はですね、こうなってます。私というものが主観、私というものがまずあって、私の外にね、世界というものがあると、これが我々の常識的な理解なんですね。私と世界が2つに分かれてるんです。悟ったら私イコール世界となるんだけどもね、普通一般の仏法聞いてない人は、真理に疎い人たちはね、ガタピシがこの世界だと思っています。だから罪を作るし、罪悪作るし、幸せになれない、ガをね、ガで生きようとするから、これをガタピシと言いますね。まあ、ここからね、日本語の
ね、ガタ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 するとかね、あの立て付けが悪いとガタガタしたりピシ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 になるというのはここから来たと言われるね。それは世界を、私たちはガーとタ、私と世界を、ね、分けてしまうんです。ガとタに分けて、そして、ね、ピーとシに分ける、同じような意味ですね。ガーとタ、私と世界ね、相手ピー、相手と私、ね、2つに分けてしまう。この2つに分けて生きる世界を仏教でエドと言います。ね、汚れた世界、ツアドはこれ世界、汚れた世界を生み出すのはね、こういう世界がもともとあるというよりもね、あなたの心が生み出すと教えますね。ガタピシの心によって生きてる人はみんなエドなんだと、汚れた世界で、煩悩にまみれた世界で苦しんでいると教えます。これを双心という言い方を親鸞もされて、蓮如さんもされてますよね。双心、まあ言い方変えたら分別心ですね。今の日本がこれいい心ですけど、本来は悪い心というか迷った心ね。仏教ではあの小毛分別心のが正確な言い方ね。小毛分別心、これが正確な言い方です。だから、ま、迷ってますから、小毛ね、小毛分別心、これ背中からなんかいいふうに思いますけど、小毛はこれ呼吸ね、空っぽ、迷い、小毛とは迷いね、正しく物事が見えてない状態を小毛分別心と言います。略して分別心、まあ、これが悟っていない時の心、ね、これが強い人は苦しむ、これを弱めていかねばならない。2つに分けるまでは OK、 分けた後ね、価値を問題にしてね、勝つ負けるとかね、認められる認めるとか、ね、2つに善人悪人分けて、自分を善人に置いて、ね、悪人を責めたり無視したりバカにしたりする、分けた後の心が問題ね。だからこれが罪を作らせる、でこれがなくなったら罪を作らなくなるから心が変わってきます。あるいはこれをね、弱らせていけばあなたの罪は減って悟らなくても幸せになっていきます。これがあなたを苦しめてると言ってもいいですね。双心、二心、小毛分別心、これがあなたをこの世をガタピシで江戸を生み出していると教えますね。分別心によって我々は苦しんでいる。世界を主観客観に分けて、ねね、私と世界を分けて、ね、世界と私は違うと、本当のこと言ったらあなたの心が生み出しているのが本当の世界なんだけども、この有意識がなかなか分からない。分かったのを十有意識と言います。これ悟った体験はね、だから本当の意味で分かったのは悟った時なんで、有意識はね、ただ識のみということは相手は自分なんです。悟った時は後で言いますけども、一旦見聞相聞が一旦ね、あの消えるんです。一旦相聞が消えてもう一回ね現れるんですけどね、この二分二元対立、この二つ主観客観を分けてところが一旦吹っ飛ぶんですね。それをここでおっしゃってるんですね。あのここで言いますと、もし時、これ悟りを開いた時はどうなるかと言いますと、諸縁において、これ諸縁はこれね、能縁諸縁言葉があって、一応まあ客観と覚えてください。あの正確に言ったらね、縁ずるいう言葉があってね、対象とするという意味なんです。これはあの日本語に、あ、仏教の言葉にね、縁ずるという言葉がございます。動詞でね、縁ずる、縁ずるね、どういう意味か言ったらね、これは対象化するなんです。あの認識の対象ね、対象とする、これを縁ずると、こういう仏教の言葉がありますね、日本語が。だから対象とするところを諸縁と言います。心というのは必ずね対象があるんです。で悟った時だけね、地になって対象がなくなるんです。一回悟るまでは必ずね、この全てあの51ね、信条があります。心、私たち有識では51にね分けて教えてますね。八識があって、大きく言ったら8つ、細かくやったら51ありますけど、みんなこの心にはね、主観客観見聞相聞があって、かなり対象があるんですね。この対象を諸縁とか所得とか諸子とか相聞というんです。で主観の部分、私そのものの部分を一応仮にね
まあ、実体はない、アートマンはないけども一応ね、言葉を使うならば農園、農徳、農修、兼務という方で一応ね2つでまず理解のためにこういうふうに仏教では説きます。で今見ている我々の世界初縁というものね、それがね地が生まれたことによって所得がなくなると、まあちょっとこれ同じ意味を言い方変えてますけどね、まずあなたが今対象としているもの、あなたが今認識している世界初縁ね、対象ね、まあ客観で世界というもの私たちは認識してますよね。それが今までは私と世界はね、我とただだった、彼とこれ二つに分けていた、それが吹っ飛んでね、どうして吹っ飛ぶかといったらね、あなたの心に現れた知恵があるからです、ね、知恵が生まれる、ね、この知はね太陽に知るですからね、無分別知、仏の知恵を言いますね、無分別知、ね、これイコール仏知のことです、ね、仏の知恵、真理をあるがままに見る、真理を正しく、見ることのできる知恵を、この字で表しますね、無分別知、あるいは仏知とかね、いろんな言葉ありますけども、これが悟りの知恵ですね。ただこれを一字で悟しと言う、今ね悟しくんとか言いますよね、悟るという言い方をする場合もありますが、仏教の言葉を使ってご両親は名前を付けたんでしょうね、無分別知、これは今の日本語で言ったら逆になってますね。今の日本語で無分別と言ったら悪い意味で使います、分別とはない人間ということで、無分別だと言ったら悪い意味ですけど全く逆ね、分別心、無分別、全く日本語は逆になってますけど本来は違います。分別心は苦しめる、無分別知は苦しみがなくなっていきます、苦しみがない心になります。無分別ということは上下を分けない、あるがままに見るね、側でね主観で見る頃、いわゆる欲目や都合で見る頃がなくなったものの見方を無分別知と言いますね。分別のないということはあるがままに見るね、あるがままね、まさにあるがまま、そのねあるがままね、あるがままに物事が見ることのできる心がに成長したことを言いますね。今私たちは式なんです、式、ね、完全じゃないけども式よりも知がね上回った状態が悟りなんですね。今皆さんも一応ね知もあるんですよね、でも悟る場合は式の方が上なんです、ね、式と知があったらね式が上の状態が悟ってない時ね、悟ったらこれがねこっち上行くんです、残ってますけど、ね、これが前言いましたけど、まあこの諸字はね文徳といってね、このマナ式の一部が平等承知に変わるんですね。マナ式の一部が全部じゃないよ、あなたのマナ式、自分にしか目が向けてないところがね平等承知に転ずる、一部ですけど全部じゃありません、全部は仏ですからね、あなたの意識が明観察知に転じます、これが諸字の体験、こういうふうにね有識では教えますね。八識の中のね、意識とマナ識がこれ一部が知恵に転ずるんです、それをここで知とおっしゃってます。マナ識の一部が平等承知、意識の一部を明観察知に転ずる、これが表に現れてきたのが諸字の悟りであります。まあマナ式といったら、どんなかといったらですね、俺が俺が自分にしか向けていなかった頃ね、ただガリガリなるで普通はね、自分のことしか考えない、ついに自分の見方で、主観でしか見れなかった私が、その私のマナ式がね、あなたの頃に知恵が生まれて平等承知が生まれるからね、まだ内側にしか向けられないところが外側でね一切法に認識変わるんです。マナ式はね悟るまではね自分にしか目が向かなかった、これがマナ式の働きね、俺が俺が
自我執着心のことをマナシキと言いますね。マナシキの覚え方としては自我執着心、我に対する執着する心をマナシキと言いますね。この一部が悟った時は平等承知、平等承知とは意味は、全ての生命を、ね、差別なく平等に見る目に心が成長して、昭和これ真実、平等に物事を見る真実の知恵があなたの心に一部生まれます。一部ね、全部じゃないね。それで人格も、ね、仏様に近い人格に変わり始める、ね、やはり自利から利他、利他の利他がこれから重きを置くようになるんですね。まあ、すぐにはならないと思います。だんだんなっていくと思います、ね、自分の幸せ以上にやはり皆さんの幸せということで、そういうことがだんだん出てくると思います、ね、マナシキでは平等承知に転じ、これ転ずるね、転ずる。そして意識が、ね、妙観察知に変わる。意識があなたの、ね、第六意識が、ね、絶えなる観察、この観察力が抜群というかね、妙絶えなる観察力が生まれると。この観察力、これ仏教の言葉、仏教ではね、観察によって悟り開くんです。だから物事をね、自分も相手もね、いつも日頃から正しく物事を見るね、そういう訓練が大事なんですね。お釈迦様が、悟り開いた方法はオリジナルであります。まあ、ビパッサナーというんですけどね、明らかに観察、明らかに見る、ビパッサナーといって、ビバシャがね、これなんです。ビパッサナー、観察、観も察も見るですね。これはあるがままに見るという意味です。あるがままに見る、それが絶えなるものの見方によって、だから割と人のことが正しく見えたりすることもある。だから仏法を聞いていけばね、普通の聞いてない人はね、割と正しく人やね、世界が見えることがある。これだんだんついてきますから、仏法聞いていけばね。でそれが一定量になった時に表に現行して、悟りが開けるということなんですね。でだんだんこの分別心が弱く、これが識ね、これが識です。識がだんだんね、識イコールこの分別心ですから、これがだんだん弱くなって、知がだんだん育っていくんですね。だから識が知にね、こう転ずる、これが逆転した時がこの悟りなんです。だから知、それがこの知です、ね、でこの知があなたの心の中に現れた時ね、現れる、見る、ね、真理を見た時、真理が現れた時はどうなるかといったら、すべて所得なし、すべて、これ都会の都ですね、あの都構想と言われた、知らなかった、これすべてと読むんです、訓読みするとね。東京都といったらもう日本のすべてみたいな感じで、都庁、これすべてと読むんですね。地はすべて、だから地というものにはね、客観がないんです。俺がなくなるんですね。物事が正しく見えて、今まで私と世界は2つに分かれてね、敵味方という概念がここでなくなるんですね。好き嫌いとかね、この二元対立ね、この二元対立の世界がね、木っ端みじんに砕かれるんです。まだ画集残りますよ、画集はありますよ。ただね、画集はね、47まで残りますから、これ所持ですよね、所持。救われてもね、まだ画集は残ってます、画剣は。で48までいったらほぼ仏と同じで完全なくなります。ただ悟った人でもね、やっぱりね、我はあるからね、やっぱり気をつけてはならない。まあ無我を悟ってますからね、この俺がなくなるとやっぱりね、このいつの間にかね、自分の信念だと思っていたことがね、我になることもありえますから、ここはやはり教えをしっかり学んでもらいたいんですよね。あのなかなか区別つきませんけど、信念と我はね。でも一応我はないことは分かるからね、死になってますけど、まだまだ我はこの後ね、初時から7時まで減らしていくんですね。これが救われた後の修行、これがこの後ね、修行医でまた天上を教えるんです。ただ初時からこれは通過点であり完成じゃありませんから、通過点が通達位で、この後主従位で
苦境まで進んでいくね、47まで進んで48に入ったら完全に我執がなくなる、もう貪欲心にもきれいになくなると思います、ほぼなくなりますということもね、知っておいていただきたいですよね。で、知があなたの人格として、仏様の菩薩としてのね、心が生まれるから清浄樹の菩薩と親鸞はおっしゃったね。我らは生樹の凡夫、かは、これもう凡夫じゃなくなるんです。かはですから否定形でね、凡夫じゃなくなる。有労の一心は変わらない、まあ、まだまだ煩悩はいっぱいありますけどもね、心は浄土に遊ぶということで、一応清浄樹の菩薩で凡夫から離れていく人格が生まれます。で、全て所得なし、この所得はこれ能に対して所得ね、主観客観で仮に理解しましょう。で、所得もこれね、同じ意味だと思うんだけどね、能得に対して所得でいいんですね。まあ、ちょっと言葉が違うからね、細かいところは多分ニュアンスは違うと思います。まあ、私断言までしませんけど、大体現段階では多分ね、同じで理解された方がここ読めるんで、同じこと3つね、ここ出てくるんで、この短い歌の中にね。だからとりあえず今回は、まあ所縁も所得も、あと2種はこれ能種諸種だから、主観客観で、この場合は諸種ね、まあ大体同じような意味、対象もしくは客観で仮に理解しておきましょう。で、悟った人にはね、全て所得がないと知らされる。なんとこの言葉がまた日本語、皆さんの使って給与、給料を所得って言葉を使いますね。この有識三十字から出たんじゃないかと私は思っております。仏教の言葉であるんです、所得って言葉が。だから悟りと言ったらね、得たぞじゃないんですよね。俺は悟ったぞ、すごいだろうと、全く次元が違うんです。逆にね、捨てたのが悟りなんですね。執着を捨てたのが悟り、捨てることによって真理が現れるんですね。今我々ね、掴んでるからね、世界が正しく見えないんですね。今掴んでる執着を離すことによって悟りという世界があるがままに見えるんです。あなたの上を覆ってるものをね、武器の変化諸執着と言いますけどね、覆ってるものがあまねく計らっている執着するものがあって、真理がね、この歪めているんだと。このガラスがあったらね、この曇りがあって正しく見えてないんだと。その執着を捨てることによって、悟りというものが現れると。だから悟った世界は所得なしなんですね。俺はこれを掴んだぞという偽物です。だからそういう人はね、自慢したくなる。俺は悟ったぞ、すごいだろう、俺に供養してくれみたいな感じになるんですね。でもそういうことがまた逆ですから、だから悟った人はね、自慢することは、まあ慢は残ってますが、自慢したい気持ちもあるかもしれませんが、基本的にはそれはね、アウトなんです。悟った人はね、お釈迦様の時代ならばね、私は悟りましたというのはね、アウト。もし伝える場合は、悟ってもね、お釈迦様に報告をして、お釈迦様から皆さんに伝えてもらうという方式を釈尊亡くなるまで説かれました。だからお弟子でもね、悟っててもね、自分でそういうことは言いませんよね。言う場合でもね、如来はこうですし、自分のことで、私は極力避けます。一人称は避けるんですね。三人称で、如来はこうですよね、言い方はお釈迦様もそうですけどね、如来はこうです、俺はないんですわ。まあ、やぼいない場合ね、は言う場合はありますけど、普通は基本的にはね、私はとかいう言葉はね、めった使いません。もう言わざるを得ないことは使うときありますけど、普通は使わないんです。これが悟った人だから、悟った人はね、目立たないんです。誰かがね、そばにいるがね、この宣伝でもしないと、本人は自分でね、ないんです。あんまりそういうね、妙理がなくなっていきますから、正太妙も利用がなくなっていくからね、俺は悟ったすごいだろ、俺を認めようところがないから、あんまり探してもね、発見しにくいんです。でも聞く人が聞けば分かります、ね、内容説法を聞いたら大体分かる人は分かります。ただ大体説法とかね、書いたもので判断するんです。本人は基本的には言ってませんから、俺は悟ったぞと。だからこの悟りといったら所得なしですしね、弁護士資格とか医者の資格を得たようなね、ああいうものとはまた質が違いますから、ここしてほしいんですね。
ここでは所得なしだからね、何か俺は得たぞとね、すごい人間になったぞと、そういう、まあ、大体すごい人間になるんだけどもね、法印の自覚としては、まあ、悟り開いたけどもね、すごいぜみたいなね、そういう上から見下すような、これ、がじゃないですからね、偽物はがになるんです。ね、ただ、ここでね、判断できますよね、本物か偽物かは、この体験があるかどうかですよ。偽物は悟ったぞと言って、その後ね、煩悩が死ぬまで変わらないんです。これがまた特徴ね、まあ、ただ誠の方でも煩悩最初変わりませんから、ちょっと区別つきにくいかもしれませんけどね。でも私思うのはね、悟ってね、まず最初の頃はそうですけど、死ぬまで変わらないと、減りもしなければなくもならない、これ私はおかしいと思いますね。ブッチね、この心があなたの心に生まれたんだから、絶対ね、この心があなたのね、汚れをね、このなくしていきますよ。物資の働きで。これすごい力がありますからね、この物資はね。だから当然、煩悩というものをですね、なくしていく働きがあると思います。だから当然、煩悩は、そうですよね、真理が発揮したんだから、もうつかめなくなるんですね。私の頃が、ね、無分別地が起きたんだから、もう、ね、もう粉砕しましたんで、ガラスが割れたんで元に戻らないから、もう無常がわかるから、もうすぐ人間死んでいくということもわかります。人生くなりね、求むべきものはこの世にはないとわかります。だからそういうね、世間の欲望、また怒りもね、起こせなくなるんですね。起こせなくなるね、これが誠の方だと思いますよね。こういうところからも推測できると思います。地すべて所得なし、これを得たというものではないんだということね。もちろん信心逆ということで信心を取れることはありますけどもね、それはそういうね、まあ、レンジさんの言い方ですけども、じゃあ実際ね、得たから俺はすごいだろうと、こういうことではないということです、ね、実際は捨てた時に得られますから ね、執着を捨てる、自力を捨てて他力に帰するですからね、所得なし、これが悟りであるということ。また同じその時ね、これは悟りの時ね、救われた時、悟りを開いた瞬間、悟りを開いた時にどうなるかといったら、心は由意識に従すると、まあ、由意識をいろんな表現しますけどね、一応私はこの言い方でとりあえず理解されたらいいと、浄土のことを由意識というと、まあこれいろんな使い方がありますから、由意識という言葉ね、一つには限定できませんが、とりあえず理解としてはね、まずはガタピシがエド、まあ有意識が上、これ上田さんの言い方ですけどね、多分私これ合ってると思います。ガタピシに言える我々はエドで、二心で苦しんでいる。救われたら有意識が分かりますから、救われたら有意識を、つまり心は浄土に、これ浄土の中身はこの悟った後ね、どんどん変わっていくんですけどね、一応心は浄土に遊ぶと思います。親鸞がおっしゃってますよね、長寿悲願聞いたら我らは生寿の凡夫ではなくなって、宇野の衛心は変わらないけども、心は浄土に遊ぶなりと、はっきり親鸞書には心は浄土に遊ぶとおっしゃってますから、今浄土、ここが浄土の南無阿弥陀仏と、こういうふうに言ってお叱りは受けないと思いますね。死んだ後が浄土じゃなくて、今から浄土が始まると。この後、汚れ具合によってね、完全に煩悩がなくなったわけじゃないですよ。この後、どんどん煩悩が減っていくのが浄土ですから。だから、交わってる部分がありますね。で、一応、理解としては、有識分かったら心は浄土。煩悩から離れていく世界に出ます。ただ、漢字見たらね、浄土という漢字を、こういうふうに皆さん知っておかれたらいいと思いますね。三髄編、ね、水をね、争いをしていた私が水に流せる、過去が許せるになる、まあ、仏様の頃になっていきますから、今まではガーでね、許せなかった私が許せるようになる、ここで私は敵味方の多分概念が私はなくなっていくと思います。憎たらしくてもね、許せるようになると、私思いますけどね。浄土に入ったら、ここ争いを水で流せるのが浄土ですから。ただ式のみとは分かると。
そうなると、ね、一応この2つが吹っ飛ぶね。主観客観がなくなると、この後言いますけど、一応見聞だけになるというのが正しいんですけどね。一旦この客観が全部ね消えて、ね、主観だけになって、もう一回また現れるというね、これこの後また話しますけども、一応ここでは心は有意識に住むと、住むと言ったらね、実際例えば家に住むと言ったらね、これ家に住むだから、世界が、私の見える世界が、あの浄土として見えるんですよね。住む、有意識に心が、だから有意識と一体になるというか、今までは、私と世界が分かれていたのが、私イコール世界となるということです。これが、その時悟りを開いた時に、有意識に従すると。ここでね、自他不二、自他平等となるね。先ほど言ったように、まなしが平等承知になるからね。今までの私はね、自分とね、他、ガタピシで分けていた、分かれていた、分けていたのが私ね。自他が分かれていた、いやこれがガタになっていた。で、ガーが自になる。この自はね、ガと自はちょっと違いますから。自他不二、今まで分けていた頃が不二、分けられないと分かるね。相手は心の映像だと分かる。相手はこれ自分なんですね。これ見る自分、見ている自分ね。相手は自分、これが相分です。あなたの心にある、あなたの心にそういう種があるからね、あなたが見ている相手になる。実は相手が私というよりもね、あなたが見ている相手、あなたのが、あなたの映像なんだと。もしあなたにそういう業がなければ、相手をね、今のように見てませんということなんです。必ず私たちは主観を通して相手を見ている。こんな言葉前見つけたんです。私、自分って言葉ね、これも仏語だった、面白かった。自分って言葉ね、結論というちょっと仏教の本がありましてね、経言教関係の、有識関係の本がちょっとあって、結論論という本にね、こういうふうに語った。自分の言葉の語源は、多分これが正しいじゃないかと思うのはね、陰の上ずるを自分と名付ける。あなた自分と言いますけどね、あなたはね、過去の種まきによって成り立ったのがあなたですよというんです。これ当たってると思いますよ。今の自分ね、私は、はい、自分と言いますよね。自分はと言います。私はと言います。この私というのは、自分というのは、あなたが今までのね、過去世含めて、今のね、私は今までのあなたの体と口と心が原因となって、今の私が因によって成立、因によって成り立っているのが自分だということ。これが多分自分の根拠だと思います。ここからね、有識ではね、見ている自分を見聞といった、見るは先ほど言ったように、見るが一番、このね、原識が一番働き強いから、この字を使って、これを主観の意味で使いますね。で、相手、そうはこれ、そうは相手は自分だということで、あなたの心の映像として見てる。これがなかなかわからない。ここ何回聞いてもね、これ分かると本当、仏典がなかったら分からないかもしれませんけども、一回で絶対分からない。何回もこの話ね、聞いて分かったようでは分からない。そこを何回も繰り返して、だんだん分かってくると私は思います。最初は全然これね、もう信じられない。私世界分けて当たり前なんだ。これが私、過去世からずっと我の世界しか知らなかったんだからね。それを仏法に触れて、これは間違いだと分かる。あなたが見ている世界はあなたの心が生み出すんだと。世界はあなたの心が生み出すと。これが本当の意味で分かったのが、この通達院の有意識に従するね。それはでもね、まず頭だけでも分かっていただきたいですね。ある程度分かる方は仏縁が深いです。でも本当に分かったのがその時なんです。その時に有意識に従すると、これ有意識と一体になって、本当の意味で有意識が分かったら、もう罪がだんだん犯せなくなるんですね。作れなくなって、作ります、作ることもありますけども、過去世の過去のね、業習字が残って吹き上がる場合はありますけど、新たにね、面白いからね、やってやろうとかね、罪をね、喜んでこいついじめてやろうとか、そんな心は多分ないと思います。
ただ吹き上がってね責めることはあるかもしれませんが、これからね、ね、面白いからもっといじめてやろうとか、そんなこれは多分起きないと思います。なぜならば真理が見えてますから。真理が見えたら罪をね作ったらもろに結果返ってくるから分かりますから、罪作ろうと思えば作れますけども、作れなくなるんですね。あのこれにブレーキがかかると思います。だから真理を発見することはね、ほんといいことなんです。真理が分かったら煩悩が起こせなくなる、煩悩がだんだん薄くなって離れていくし、罪が作れなくなるから苦しみがなくなっていく、そして幸せをね味わうことができるようになっていくんです。その時有意識に従する。じゃあこの悟り開いた体験はどういうのかといったら、二種の層を離れるがゆえに、二種の層ね、二つの層が離れていく体験だとおっしゃる。二種とはこれは、諸種と脳種ね。二種とはこれ諸種と脳種でありますね。これを二種と言われます。でこの種はこれはね、十人間の種と同じ意味で、これは執着と思われたりです。取る、取ろうとするね、執着しようとする。で悟るまではありますね。見ている私が取ろうとする、見られている対象もね取られているというかね、まあ執着、自分に対しても主観に対する執着と客観に対する執着がだんだん減っていくんだけどもね、ここでそれは間違いだったと。主観も客観もないと、自他不二、自他平等と、自他は二つではなかった、自他は平等であるということがここで、知らされると。その時に、二種、脳種諸種が離れる。我はなかったと、無我であったと、私というものは無我であったと、ね、どうしてもね私と他を分けていた、これが吹っ飛んで私イコール世界だから、相手を自分だとまあ思わずに折れないというか、そういうのもね尊いですよね。だからなんとか救ってあげたいと、私が幸せあるようにあなたも幸せでもらいたいということでね、土師上司人々を救ってあげたいというね心が生まれてくるというのは、こういう論法というかこういう悟りの世界から言えるんですね。二つの層、ガタピシが吹っ飛んで有識、有識とはまさに脳種小種分けていた頃が、分ける心がなくなる、分別心がなくなって、二心がなくなって一心と心にはっきり定まって結用心となって無分別地が起きたから、ね、俺がお前、ね、俺が俺がのがを捨てるようになって、この後はおかげおかげの下で暮らせるようになっていくと。こういうふうに、ここでこの言葉知ってたらね、もういろんなさまざまな疑問が私は晴れる感じがいたします。仏教で説かれている悟りの世界をね、この短い言葉でぐーっとね凝縮して、教えられたと。まあここをね、詳しくまたね、有識ではこの後ね説明していく。まあこれまた今日また他にもね、この後いろんな視点からここをもう少しね掘り下げて、見ていければいいなと思いますね。はい、じゃあ少し休憩を入れたいと思います。